額に穴の開いた2体の人形が転がる。キラリは構えていた拳銃を下ろすと振り返って語りかけた。いつまで隠れているつもりかしら。そろそろ出ていらっしゃい。その口調は確信に満ちていて。気づいてたのかよ。果たして倉庫の入り口から黒いマッチ売りの少女が姿を現した。キラリは首をかしげて倒れたまま動かない少女を見る。ねえ、私に教えてちょうだい。どうしてここまで来たの？あなたにとってこの子は大事な存在。はあ？そんなバカ、大事なわけねえだろ。金に目がくらんで勝手に自滅しやがって。あら、そう。それなら何も問題はないわね。けどさ、そんな奴をおもちゃにするあんたはもっと嫌いだ。ずいぶん名物いいね。だからさ、私とギャンブルしようぜ。そこに転がってるバカをかけてさ。節約成功。キラリが恍惚な笑みを見せて言う。そう、それじゃあ特別な場所にご案内するわ。この時のために作ったとっておきの場所よ。そうして対峙する二人が訪れたのは、視界を覆い尽くす炎と熱気が立ち込めた燃え盛る塔だった。炎を背にキラリが勝負内容を告げる。謎解きをして扉を開いていき、出口を見つける脱出ゲーム。逃げ遅れたら命はないでしょうね。さも当然のように語るキラリの青い瞳が黒いマッチ売りの少女を見据える。まるでその覚悟を問うように。